まずここに。居酒屋みたい。カット交換する。自分の手差しで怖い。あ、それはある。こんにちは、ミログです。前回の投稿からだいぶ間が空いてしまいましたね。お久しぶりです。今回はデイキャンプなんですが、まあ、なんと2ヶ月ほど前に撮影したものになります。まあ、やっと編集に手をつけてるわけですけれども、あんたは何をしとったんやというとですね、まあ、ちょっといろいろありまして、まーちゃんがしばらく在宅ワークをやってたんですけど、まあ、その間ね、私がまーちゃんの仕事の邪魔になるのでパソコンのお部屋に入れないという事態でですね、メインチャンネルも含めてだいぶパソコン作業が思うように進んでなかったんですが、まあ、今回ね、まーちゃんがかなりデイキャンプ頑張っていたので、最後まで動画にお付き合いいただけると嬉しいです。どんな感じ？いい感じ。本当？え、何これ貼るの？うん、私なんか手伝う？持っとく。はい、これを持っておくという仕事ができました。こちゃんも手伝いしてんの偉いね。これはですね、ここしとともに見守るというそういうお手伝いをしています。まあ、だいぶできてきましたね。ちょっと中に入ってみようかなと思います。おお、おお、すごい。よいしょ、ここちゃんのクッションかな。はい、すごいね。なんか設営してさ、うん、ビールを飲んでる人がよくいるけどさ、うん、気持ちがむっちゃ明るい。疲れた？お疲れ様。疲れたということですが、まあ、今回こんな感じに仕上がりました。まあ、これテントなんですけど、巣ごもり感とかよりちょっとタープみたいな、そういう張り方なのかな。タープっぽいですよね。あ、このクッションね、ココのベッド代わりに今回持ってきてみました。まあ、どうせもう汚れまくりの10年以上ものなんで、もう捨てたいんだけど、まあ、ちょっと捨てる前に活用しようかということでね、今回ココが使ってくれたらいいんですけどね。あ、上の窓閉めてるんだ。あ、たりするんだ。おー、すごい。え、すごい。え、すごい。上から浸水させとったこれ。うん、あ、すごい。なかなか出てこない。オッケー。どっか行った。空港どっか行っちゃった？やっぱりあれだね、冬だね。寒い。え、うん、じっとしてて日陰だと寒いわ。でも日向だとココちゃん暑いしさ、難しい季節や。でもほんまにここね、黒いから直射日光だと熱を吸収しちゃって、真冬でも結構暑くなったりするんでね、基本日陰がいいんですけど、その辺やっぱちょっと難しいですね。ついたっぽい？ついたんだな。ついてるついてる。よし、いい感じ。何それ？へぇー、炭？はぁはぁ、ロゴス。今日は焚き火しませんので。おうおう、なにこれ、ヨラ？ヨレ？焚き火なんだけど、ちっちゃい焚き火。へぇー、これで今日は焼き鳥をしようと。おぉ、そうなんだ、いいね、組み立て。あ、ちっちゃめっちゃちっちゃい。へぇー、すごい、いいやん。わぁ、なんか居酒屋みたい。ちょっと楽しい。こういうこじんまりしたのええよな。私、大きいのより全然ちっちゃい方が可愛い。おままごとみたい。それ、あの泉さんも表で。あ、マジ？やった！泉さんとおそろ嬉しい。で、うんうん、これをこう置いて。そう。一応、これを持っていない。うんうん。こんな感じです。へー、すごい。ちっちゃ。これ、いいじゃない。テーブル1個しか持ってこなかったら、いいやん、こじんまりしてる方が私好き。炭をここに入るはず。あ、なるほど、こうですね。結構でかいな、炭。思ったより炭が結構ドーンと入ってるね。今日の食材を発表します。お、はい、楽しみ。じゃじゃん、なにこれ。これはミニトマト。いや、わかる。え、焼き鳥じゃない。刺すんですよ、これで。ああ、
なるほどね。100均で買ってきたんですよ、うんうん、次はこれ。あ、ししとうめっちゃいい、ね、これがなんかさばかなあかんらしいんですよ。何つなぎも。あ、最高ですね。これがラストですが、3割引きのもも。なるほどね。あと昨日のこちゃんの牛肉。あ、昨日の残りもね。はいはい、中間地です。おい、いいと思います。楽しみ。串を作っていきますね。これも買ってきました。何、まな板シート。あ、なるほど。まな板の上に焼き鳥を置きたいんですね。あ、なるほど。食器を減らしたいから。あ、そういうことね。いろいろ考えてるんだ。つなぎもって食べれる箇所がそんなないらしいですよ。あ、そうなんだ。この YouTube を見て、うん、この銀皮っていうのをね、うん、取らなきゃいけない。これ食べれないんだ。あ、そうなの。つなぎもね、処理がちょっと面倒くさそうやなっていう偏見が私にはありまして、だから買ったことないんですよね。大丈夫？ちょっと残ってる。当然調理も、まあ、私はしたことがない食材なんですけど、まあ、食べられない部分があるっていうのを知らなかったです。まあちゃん頑張れ、下処理めっちゃめんどくさそう。難しいね。ん、難しい。頑張れ。そんなん切ったことないし買ったことないわ。お店で食べるだけで、うん、俺も買って後悔してるよ。いや、私はやっぱり買いたくない食材ですね。ちょっとめんどくさいなこれ。ご飯もなんかいい感じに湯気出てきてる。本当？うん、まだよ。そぐらし、そげてますか。こっちはお肉見てうっとりしてるわ。あれ、これこれでいいのかな。めっちゃちっちゃくなった。結構めんどくせえな。頑張れ。相当身が削れてますが、まあいいでしょう。次はもも肉ですね。焼き鳥なんかさ、うん、初めてだからちょっとよくわからんから、ごめんね。いやいや、ちょっと多いかな。ここちゃんいるから。あ、そうか、ここちゃんの肉あるのか。もうお腹すいたからいいよ。キャンプの時いっぱい食べよう。こんなん食える？夜少なくするけど。生のまま持って帰る？うん、持って帰る。ちょっとこれは多いわ。やっていきます。おい、ちょっと怖いね。なんかこの竹串まで燃えてしまうんじゃないかっていう恐怖があるけど、その時は焼きましょう。できたね、それっぽく。すごいじゃん。結構硬そうだね、生のお肉。硬くないんだけどさ、筋があるんじゃない？いやいや、なんか自分の手刺しそうで怖い。それはある。人生で初めて作る焼き鳥、ちょっとこれ大丈夫か。あ、ちょっと落ちそうやな。落ちそうやな。頑張れ、刺すのも一苦労。焼き鳥屋さん大変ね、これ。ちっちゃく切りすぎた、これ。でも大きかったら大きかったで、焼けないっていう問題もあるから。中に火がな。そうそうそう。てっきり焼き鳥っていうからさ、焼き鳥のもともともほらあるじゃん、串に刺さってるやつ、あれかと思ったら、まさかお肉切るところからだと思ってなかった。キャンプにハマる人って料理にもハマっていくのかな。ハマってるつもりはないんだけど。いや、ハマってるやろ。これでいいか。うん、十分十分。オッケーオッケーオッケー。これそんですぐ。あ、まだあったわ。え、野菜が。ご飯もどうなったか見てみましょう。本当笑っちゃうわ。手袋して。気が焦ってるんですよね。そうそう、ゆっくり来よう、別に時間いっぱいあるから。オッケー。ひっくり返さないの？あ、いいと思う。あ、ひっくり返さないんだ。うん、あ、あ、あ、危ない。シシトウも串に刺していきます。まあ、多分洗ってないでしょうね。最後これですよ。トマトも洗ってなさそうですね。多分洗ってないです、はい、トマト何個咲くの？3個。1人3個、うん、2個でいい。それ2個でいい、うん、じゃあ2個にしましょう。 OK。 はい、仕込み完了。お疲れさんです。塩振ります。おい、どれぐらい振る？結構たっぷり。あー、私はほらしょっぱいの好きだからガンガン振っちゃいたい。でもおばあちゃん薄味好きじゃない？いや、焼き鳥それこそほんま既製品しか買ったもんないから、どれぐらい塩振ってはるのか分からへん。はい、そんな感じでちょっと長くなってしまったので一旦ここで切ります。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、はい、また。じゃあ炭に火をつけていきましょう。焼き鳥大正解じゃない？
クリーム。うん。あて。うわあで。うわあ。パンに牡蠣乗っけて。